こんにちは、陽介です。今回はもう何十年ぶりでしょうか、こちらミニ四駆をいじっていきたいと思います。もう今のねミニ四駆は進化しすぎていて、私はダッシュ四駆郎世代なんですけども、まあその当時はねミニ四駆いじってはいましたけども、まあそれ以来になりますので、もう現状どのようになっているのかが全くわかりません。なので今回は本体の塗装をメインにやっていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。ということで今回使用するミニ四駆のキットはマッハフレーム FMA シャーシ、こちらを使用していきたいと思います。こちらはですねミニ四駆系の YouTuber さんがおすすめしていたキットになります。そちらを真似してね購入してみました。ミニ四駆ね昔よりはパーツは増えてるっぽいんですけども、まあねなんとかシャーシとかもう全然世界が違うくなってるので、まあ私のようなねほとんど素人が手を出していいものかとちょっと躊躇した部分もあるんですが、まあ今回は本当にボディの塗装をねメインに、お送りしていきますので、まあその辺ご了承ください。さあ中身のランナーパーツを全部並べてみました。で小学生の頃自分はやってたんですけど、その頃よりはパーツは若干増えてるかなといった感じですね。もうシャーシの形とか全然違うし、これはちょっと楽しみなところでもありますね。とは言ってもですね、先ほど言った通りミニ四駆系の YouTuber さんの動画を、ちょろっとだけね見たりはしたので、なんとなくはこれはこういうパーツなんだなということは分かってはいるんですが、全てを理解しているわけではないので、まあ、その辺もねおいおい何かこう本格的にやることがあったらですね、まあその時少しずつ勉強していこうかなと思いますけどもね。このギアのパーツもたくさんあるんですよね。これはすごいですね。さあそれではやっていきましょう。はい、まずは組み立て前にね必要な工具を用意しておきます。ドライバー関係、刃物関係、ニッパーですね。この辺は説明書にも書いてあるので、その通りに揃えていけばちゃんと作れるんではないでしょうか。それではパーツの切り出しをしていきます。この辺はね通常のプラモよりは若干簡単めなので、パチパチとやっていきます。バリ出たところもね丁寧に切っていきます。はい、ボディの切り出し終わりました。4点で構成されてますね。こちらを組んでいきたいと思います。まあ、このボディなんですけども独特の形をしてますが、なんか結構かっこいいですよね。昔にはなかったボディのタイプですね。さあボディ組み上がりました。なかなかスタイリッシュでいい感じではないでしょうか。さあ次はですねシャーシの方を組んでいきたいと思います。こちら初体験なのでどんな感じになっていくのか楽しみです。ギアやモーターのパーツもね結構入ってるので、どういう風に組んでいくんでしょうか。でまずはギアボックスの方を作っていくようです。シャフトを入れていきます。ミニ四駆なんでね、四輪駆動をするためにこの渡りのシャフトが入ってるわけですけども、昔はねなんか2駆にした方が早いとかっていうことをまことしやかに、小学生ながらいろんな方が囁いてて2駆にして走らせてたこともありましたね。まあその場合はその渡りのシャフトをですね取るだけで2駆になるんですけども、まあ後輪駆動ですね。昔は後ろにモーターがついていたので、まあ後輪駆動にしてミニ2駆なんていう風に言ってやってましたけども、最近はそれはないのかな。さあそしたらホイールにタイヤ部分をはめ込んでいきます。結構きついところもあったんですが、すんなりはめることができました。懐かしいですねこの作業だけでも。はい、4つ組みました。さあ次に、
タイヤのシャフトの方を組み込んでいきます。まあ、ギアに通してですね、本体にも通します。で、プラスチックの、なんだろうな、これはスペーサーかな、スペーサーみたいなのも入れてきます。その上からタイヤを挿していきます。で、両方仮挿ししてから両方からグッと押さえ込んでやると、しっかりはめ込んでいきます。はい、タイヤ4本はめ込みました。ちゃんと動きますね。さあ次は、モーターボックスかな、こちらの方を組んでいきたいと思います。で、まず電池の接触点の金具をですね、組み込んでいきます。ちょっと複雑な形状なんですが、簡単にはめ込むことができました。で、次にモーターを組み込んでいきます。まずモーターにですね、ギアを取り付けます。まあ、しっかりね、グッと、面位置で差し込んでいきます。で、先ほどのカバーをはめるとモーターの接触点と、電池の接触点がちゃんと重なるようにね、なってますね。昔こんな構造じゃなかったんでね、結構斬新だなと思って組んでました。さあ一旦モーターは置いといて、次はですね、バンパーと言ったらいいんですかね、バンパーのパーツをネジで止めていきます。前側のバンパーを取り付けた後に、モーターの方、モーターボックスの方に取り付けていきます。このシャーシは前の方にモーターが付く仕様になってるんですね。調べてみるとですね、真ん中についたり後ろについたり、いろんなパターンのシャーシが発売されているようで、まあ、それによってね、まあ速さとかバランスとか、まあ、いろいろ変わってくるようなんですけどもね、現状私は全く知識がないので、その辺はちょっとね、知識としてないんですけどもね、今回はね、ちょっと楽しく組むということに重きを置いてやっております。さあそこの方にモーターボックスの蓋をはめ込んでいきます。次に、上側のですね、モーターの蓋をはめていきます。次はギアをまた組んでいきます。で、この青いギアはですね、モーターとシャーシ部分のギアの方の駆動伝達に使うギアですね。これがないと当然ながら動きません。はい、これをちょっと苦戦しましたけども、なんとかはめることができました。で、ここでギアボックスにもう蓋をしちゃいます。本来であればグリスを塗ったりすると思うんですけども、今回は走らせることが目的ではなくて、一旦作ることを目的としているので、一旦これで蓋をしていきます。はい、ちゃんと車輪が全部連動して動きますね。大丈夫そうです。さあ次に後ろの方のバンパーを取り付けていきます。こちらもネジ式になっているので、ドライバーで取り付けていきます。はい、バンパーの方を取り付けました。さあ次に電池を入れて一回動かしてみます。まあギアの部分にね、グリスをつけてないので、まあほどほどに試しっていう感じで動かしていきたいと思います。電池ボックスのところに電池を入れて、外れないように蓋をしていきます。で、一応ね、ボディの方も取り付けてみました。まあ、結構シャーシの部分見えちゃうボディなんですけども、これはこれでなかなかかっこよさげですよね。で、この後、動かしたりしてちゃんと動いたので、とりあえず組み立ては完了といたします。はい、そしてボディ部分を塗装していくので、バリの部分ちゃんとヤスリをかけて丁寧に、成形していきます。さあ次は塗装に入っていきます。さあそれでは塗装に入っていきたいと思います。塗装の前にね、下地を吹いていきます。
下地はこちらのサーフェイサーを使っていきます。ミスターサーフェイサー1200グレータイプ、こちらを拭いていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、サーフェイサー拭き終わりました。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、全体的にグレーになっております。でこれからですね、一旦本体色を塗っていきたいと思うんですが、今回はですね、何色で塗るのか、そちらなんですが、参考にしたのがこちらになります。機動戦士ガンダム水星の魔女のガンダムエアリアル、こちらのカラーを参考に塗っていきたいと思います。まあ、いわゆるですね、ガンダムのトリコロールカラーというやつですね。こちらを参考にやっていきたいと思います。でそしてですね、塗料なんですけども、今回試したい塗料があるので、こちらを使っていきたいと思います。まず本体の白い部分はこちらを使っていきます。ガイアノーツさんのニュートラルグレー1、こちらを使っていきます。まあ、限りなく白に近いグレーみたいな色ですね。はい、こちらで一旦全体を塗っていきます。でそして青色の部分、今回試したいカラーですね、こちらです。ホビージャパンのモデラーズカラー、こちらを使っていきたいと思います。ちょっとね、箱を捨ててしまったので、色のナンバーとかカラーの名前がわからないんですけども、これは、青色のカラーですね。まあ3番となってますけどもね、ちょっとパステル調っぽい青色みたいな感じですね。こちらをちょっと今回試してみたいと思います。そして赤色の部分も、同梱されているシリーズで、こちらのカラーを使っていきます。まあ、パステルカラー調なので、赤というよりピンクに近いかな、見た目は。まあそんな感じで使っていきたいと思います。で黄色の部分も同じ系統の塗料を使っていきます。ホビージャパンカラーですね。ちょっとね、攪拌されてないんで、結構、白っぽい色になってますけどもね、ちゃんと黄色です。で今回はこちらのパステル調のカラーを試しに使っていきたいと思います。はい、ニュートラルグレー1を拭いてみました。まあ本当にね、ほんのりグレーがかっているかなという感じですね。結構これガンダムにも使えてると思うので、今後はちょっとね、白いカラーはこれを使ってみようかなと思っています。さあ次はですね、ホビージャパンカラーのこちらブルーの方を塗っていきたいと思います。でブルーを塗る前に、ブルーにしたい部分だけ残してマスキングをしました。これでね、マスキングちゃんとなってるか、ちょっと不安なんですけども、やっていきたいと思います。はい、このブルーの塗料を、攪拌して薄め液で希釈したんですが、ちょっとね、私が思った感じの色とは若干違うので、ちょっとだけね、調色していきたいと思います。使う塗料はウルトラブルー、ちょっとブルー味をね、追加していきたいと思います。まあ、ちょっとね、試したいということだったんですが、やっぱりちょっとかけ離れた感じだったので、ちょっとだけね、調色します。さあウルトラブルーを混ぜてみました。先ほどとは打って変わってブルー味が強くなったんではないでしょうか。パステル調のカラーに普通のカラーを入れたので、若干ちょっとね、まあ、発色がいいという感じではないんですが、狙ったブルーに近くなったので、今回は、こちらで塗っていきたいと思います。はい、ということでブルーの方を塗ってみました。調色してね、どうなるかちょっと不安だったんですけども、まあまあいい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。でね、乾いたらこのマスキングを取っていきたいと思います。はい、次にですね、キャノピー部分ですね、おそらくキャノピー部分だと思うんですけども、はい、こちらを塗っていきたいと思いますが、ガンダムエアリアルのあの胸の部分、なんかメカメカしい部分ですよね、こちらをちょっと参考に塗装をしてみようと思います。ちょっとグラデーションがかってる部分なので、それを真似してね、いろいろやっていこうと思います。で一旦ですね、黄色で、グラデーションかけたい部分だけエアブラシ拭きました。ここから何段階かに分けて、またグラデーションを塗装していきたいと思います。さあ第2段階で、今度は少し濃いめの黄色を使って
てグラデーション吹きました。はい、ここからどんどん濃い色をですね追加していきたいと思います。さあ、ということでグラデーション塗装をしていったんですが、今回そこの部分に使ったカラーはこの3種類になります。まずは先ほど紹介したホビージャパンのモデラーズカラーのイエローですね、こちらと、あとエヴァカラー、オレンジイエロー、こちらも使いました。で、赤色の部分はスカーレット、こちらを吹いてみました。今思うとですね、もうちょっと赤みの部分も足しても良かったかなと思ったんですけども、まあ今回はねこんな感じでやってみました。さすがにね、あのエアリアルの胸パーツの部分のような複雑な構造はちょっと難しいので、今回はねラインで表現したいと思います。残したい部分だけマスキングテープを貼って、こんな感じの模様になるようにしてみました。まあ、この後ねこの上から黒を吹いていきます。どんな感じになるのか非常に楽しみですね。さあ、黒を吹き終わりました。ちなみにですね、こちらガイアノーツさんのアルティメットブラックを使っています。さあ、マスキングを剥がすとこんな感じになります。まあ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 、いい感じにはなったんじゃないでしょうか。やっぱマスキングしてるのでね、どうしても塗装の境目がまだ段になってるんですけども、まあ、この後、光沢とか拭いてですね、段が消えるようにしていきたいと思います。やっぱりね、もうちょっと赤みをグラデーションで入れた方がより近くなったかなと今になって思っておりますが、まあ今回はね一応試しでやってみてるんで、これくらいでいこうと思います。さあ、マスキングを剥がしてみました。ちょっとね途中はしょってはいるんですが、黄色い部分も塗装しております。ちょっとねはみ出してしまいましたね。こちらの方ちょっとレタッチ削ったりしてやっていこうと思います。まあ、ちょっとはみ出しましたけども、おおむねだいたい OK ではないでしょうか。さあ、それでここの、まあ、ライト部分って言ったらいいですかね、車で言うとライトに当たるような部分まだ塗ってません。ちょっとね何色にしようか迷っちゃったんですよね。で、結局最終的にこの黄色で染めようかなと思います。なんかここら辺に来てですね、どんどんカラーの選択に迷いが生じてきてしまって、カラーチョイスのセンスが欲しいなぁなんて思ってやってましたね。さあ、こちらの部分も黄色で染め上げてみました。まあ結構ねマスキングしてやった割にはいい感じに上がったんじゃないでしょうか。さあ、おおよその塗装が終わったので最終的な墨入れをやっていきたいと思います。墨入れに使うのはタミヤさんの墨入れ塗料のブラックですね。こちらを使って墨入れをしていきたいと思います。はい、途中ですねいろいろ端折った部分もあったんですが、パーツの方塗装終わりました。なかなか簡単にいくかなと思ったらですね、マスキングとか久々にやったので、その辺でちょっと苦戦しましたね。まあ、赤色の部分も結構いい感じになったんじゃないでしょうか。で、今回使用したホビージャパンモデラーズカラー4個セットで発売されております。実はですねこちら緑色っぽい色のカラーも入ってたんですけども、今回は使用しませんでした。また何かの機会にね使用していきたいと思います。さあ、ということでこれで完成なので、組み上げたところを見ていきましょう。はい、ということでミニ四駆マッハフレーム、ボディをですね、まあオリジナルに塗装していくということで、まあオリジナルというか、ガンダムエアリアル風に塗装していくという、動画をお送りしまして完成しました。今思えばですね、シャーシの方もちょっとね塗っとけばよかったのかなと、ちょっと思っております。またねおいおい、その時間が取れればシャーシの方も手を加えていきたいなと思ってはおります。塗装粗い部分もあったんですけども、まあ塗料のお試しとか、まあマスキングでねエアリアルのあのメカメカしい部分をちょっと参考にやってみたかったとか、まあそんなこともあって結構お試しな部分もあったんですが、まあまあよくできたんじゃないでしょうか。
あとはね、やっぱりちょっと配色のお勉強というか、少し、何かしら参考にしたりとかしてね、その辺も学んでいければいいかなと思っております。いろいろとね、学びを得られた感じだったんではないでしょうか。まあ、他にはね、例えばガンダム用のデカールであったりとか貼るとまたグッと引き締まる感じになるんではなかろうかなと思ったりもしてます。またね、機会があればその辺も加味した上でもう一度塗装とかね、やっていきたいなとも思っておりますので、その時はまたご視聴くだされば幸いでございます。ということで、今回はミニ四駆のボディを塗装していくという動画をお送りしました。ご視聴くださりありがとうございました。陽介でした。陽介とプラモデルのチャンネルでは、こういったプラモデルの動画やプラモデルに付随した動画を投稿しております。毎週木曜日に定期生配信ということで、プラモデルのパチ組みをしながら雑談をしていくという配信もやっております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回の動画が良ければ、いいね評価のボタンをポチッと押していただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。陽介でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。